はい、はい、どうも、はいはい、高田の森です、三角です、というわけで、周平園庭、手前側奥側で信号鳴沢優、じゃあ何戦だっけ、11戦だ、じゃあ11戦ということで、はい、じゃあスーパーストリートファイターカーニバル第11戦、はい、バーチャス ETV 大会始めたいと思います。パチ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 、よし、じゃあ映すのは周平園庭、はい、はい、じゃあやってください。 1P 側が周平、2P 側園庭ですね、この試合の勝者が1回戦シードとなっているスケルトンさんと、当たって倒すということでね。なるほどなるほど、それを占う上でもこう非常に重要な一戦となっています。キャラは強いですね、とりあえずね。ハゲとジャッキー、いいですね。ステージがどこだどこだ、ステージだ、あー島だ、エンテイが選んだステージがここ、これちょっと狭いから落とせんじゃねえかって思ってますね、これ。まあまあ、あ、肘、肘だ、あ、肘だけやってりゃいいって誰かに教わりましたね、あれで。まあ、乗っけから、まず技、技出してきましょう、出してきましょうなんか珍しい寒さ出ました、ね、おおおおおお、いいよ、いいよ、いいよ、いい、ちゃんと中段下段使い分けてますね、これね。ちゃんと加減対策できてますね。できてますね、これ、はい、これこの後のスケルトンさんもこんな感じでやるよみたいな、こういう同じことをスケルトンにやればいいんです。大丈夫です、それやればいいです、はい、これ今日何人ですかね、今日は、27名、はい、あ、27名、多い、27名、お、もうコンボなんかいらないんだよ、下段下段と、そう、あっという間に2本取っていく、やれんのか周平、お、しっかり2段、お、追い打ち、これができればもう大丈夫ですね、大丈夫ですね、そうですね、お、出した、追い打ち、がっついてますね、これいいですね、あ、いいよ、もう横打ちバッチリですね、これはバッチリ対策できてますね、影対策、影対策、次もじゃあこれはあるよ、スケルトンさん、これ どこ打つ、じゃあこっちにしますか、ボンパル吉、はい、ボンパル吉、奥でヒマジン岩倉で、はい、ヒマジン岩倉、岩倉くんは、あ、いたいた、はい、パル吉、うん、ボンさんと、あ、シンゴ、シンゴ勝利、はい、シンゴ勝利、あれ、ボンさんは、ボンさん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 、あ、いたいた、ボンさんと、はい、まあ、パルチといえばね、最近コス3でもう大変な活躍を見せているプレイヤーですからね、ここでも散々コスっていくんじゃないかなと。はい、1P 側がパルチ、2P 側がボンさんですね。さあ、キャラは誰だ、パルチはアキラ、そうですね、パルチ結構主人公系のキャラ使いますからね、ここでもアキラ、そしてボンさんは、ね、これ、ああ、ジャッキーだな、ステージは平地、平地、平地、ファイト1、レディー、ゴー、おお、開幕鉄山、おい、がっつきましたね、こすってきましたね、なるほど、攻めっ気が、攻めっ気が、あ、あ、これ、ヤッコだけこすってますね、これ、今、あれ、あれ、おお、ヤッコと鉄山をこすってればいけんじゃねえかと、これ、チェストと交流祭こするのと変わんねえじゃねえか、大丈夫、その鉄山を無敵ないからね、気をつけて。あ、PPP こすり、いいですよ、あ、いいですよ、いいですよ、おっ、あ、どうだ、当て投げだ、当て投げ、あ、なんだ、もう全く白羽を降下さなんて行く気のないあの前蹴りです、おっ、PP からの PP で、PP だ、さあ、女性プレイヤーのボンさんに対して用じゃない、そうそうそう、ローも混ぜて、ローも混ぜていくと、いいですよ、いいですよ、ボンさん、いいよ、パンチと肘投げでいける、 P 肘ロー、さあ、パルチやれんのか、 P 肘、さあ、ボンのパンチラッシュが止まらない、ヨーホー来ましたね、すごいすごい、それも無敵ないからねダメ、ちょっとあのヨーホーじわじわ来るね、じわじわ、ドーン何が見えたんですかね、パルキチは、いいな、今の使う技じゃない、あんま使う技じゃないですね、3では使う技じゃない、そうですね、おー浮かして、なんもない、おー、一も使って、対空気味です、さあ、どうする、おーっと、ここで連関対、アミは忘れない、浮かして、おー、一、さあ、奥は岩倉さんが勝利、おめでとう、さあ、パンチこすって、肘もこする、
かパンチパンチ力パンチパンチ勝ったのはパルチ、やはりこする。じゃあシュートなる手前側で、はい、LJ モサリ奥側でいきましょう。はい、お願いします。じゃあはい、じゃあはい、リカちゃんですか。リカちゃん、さあこれシュウさんと、ナルくんですね。シュウさんが 1P、 ナルくんが 2P。 これね、勝った方が、宮内さんと当たるということで、勝った方が宮内くん、これだから、ナルくんのね、このシュウ宮内連続撃破ありますからね。これはありますね。ありますよ、これ大変なことになります。じゃんけん次第であります。そうそうそう、あ、そう、先輩このステージ好きっすね。これ結構出ますね、ここね。この人前もここ取ってたって記憶があるんですよ。あ、はい、これやっぱだからミカドーゼ、ここだったらなんかワンチャン落ちんじゃねえかみたいな、この甘い考えが。こうこれ昔ここのステージってバグりやすくて、あの砂漠とここのステージが混ざったステージになる時あるんですよ。意味がわからないステージなんですけど、ちょ、あ、ここも砂があるからですかね、はい、なんかそういう処理があるのかな。よくわかんないですけど、なんかデュラルステージじゃなくて、なんか夕焼けみたいな感じなんですよ、後ろが。リンゴーコがなくなる。いや、あります、あります。バグって、なんか後ろが夕焼けみたいになるんですよ。すげえかっこいいです。すごい南北チックだ。はい、おっ、パンチ避けて、浮かして、おい、1位決めていく。あるよ、もう半分も減らしてるよ。あるよ、あるよ、大丈夫、あと半分減らせば勝てるよ。同じことを半分やればいい。おっ、そう、あと、あとそれ6回やればいける。いや厳しい今のは。さあ時間も使って、ああ後ろを取って、あー、なーにー、しっかり決めていく。いやでも今実質ね、ナル君勝ててるもんですからね。いいですよ、もう下段下段。おー大剣のか、よっこ、危ない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 。落ちてしまった。勝ったのはシュウ。さて、じゃあ手前どこやろうか。 LJ さんとこやってんだよね。リカちゃん、ミーちゃんまで行っちゃう、まさか。あ、じゃあリカちゃん、ミーちゃん行きますか。じゃあリカちゃん、ミーちゃん行きますか。はい、はい、はい、手前側で。いや、シュウさんも接戦でしたね。危ないとこでしたね。危なかった、ギリギリ。いや、もうリオンとね、対戦とかなかなかないですよね。なかなかないんで。さあ、ワンピー側がリカちゃん、ツーピー側がミーちゃん。リカちゃん、ミーちゃんのちゃんつながりです。LJ さん勝利。LJ 勝利。はい、ありがとうございます。じゃあミーちゃんもね、他のあのバーチャーじゃない鉄拳とかソルジャリバーかなりの実力者ですからね。 R 石豚肉トマトは奥側でお願いします。はい、R1さんと豚肉トマトさん。お、トリッ、おー、できる、この3段。さあ、肘で下段を見せていくのが、ここに投げぶっこ抜くからの、さあ、時間10秒切ってるぞ。浮かしてダイダウン決める、勝負強い。いや、あとちょっとまで追い詰めたんですけどね、そっから踏ん張る、さすが。横から回していく、ぶっこ抜いて起こす。さあここからどうだ、プッシュして、ここは何もなかった、ガードして。でもみーちゃんも動きいいですね、これね、全然ありますよ。いいですよ。肩は食らわない、肩と肘が怖いが、どっちだ、あっと、ダイダウンから、いや時間が、時間がない、大きく。さあここでリカちゃん、日本選手でもかなりいい勝負ですからね。パチ、ここは投げがパンチで蹴らされる、おいしい。さあ、さあここ、この板、さあ1ラウンド目ここからあったが、このラウンドもまさかあるのか。ガードして回した、これはいったか、行っちゃいましたね。いったー。1ラウンド目の再現のような逆転劇。勝ったリカちゃん。惜しかったですよ、ね。よすげえ。おい、じゃあ手前はどうしようかな。はい、じゃあデンデー雅子様、手前でお願いします。
さあここもねかなり1回戦注目のカードとなっていますからね。もうムーミン谷に隠れて実力者同士がここでしれっと当たっているという。はい、じゃあ準備ができ次第始めてください。 1P 側が雅子様、 2P 側が、デンデさんですね。パイ対カラ、女キャラ対決ですね。結構珍しい。このステージは地下鉄。この何を通して追い打ち、ここで落ち攻め、裏に回る、この攻め取り機一脚まで入れて追い打ち、すげえ、あっという間。まずはまさこ様、一覧の選手、これ何を通す、スピーディーな展開からの追い打ちはここは避ける、上回してダイダウンからのここから単発デリが入っていく。1ラウンド取り返す11。さあこれちょっとね見てる方もね急にこう、あ、バーチャーってこういうゲームなんだと思ってますか多分今頃さっきまで一体何だったんだっていう。あーここで、いやーでかい、さあ、じゃあ奥側でヨネとイデアお願いします。はい、お願いします。浮かして、あーここはこのミスだ。さあ、攪拌替えて、さあ、時間がない、若干、あっと、さあ、戦っている、時間がない、ここは逃げる。さあ、デンで取るリーチ、1、2、足を払って浮かす、しっかり刻んでサーマーまで、このヘリ動きはね、結構早いですね、軽量級同士。さあここさあゆっくり時間が触りたいが、たがここで投げ決めた。あらあったのはデンデ、いや強い。あら、まさこ様が、まさこ様が1回戦敗退。ゲームオーバー。じゃあさてさて残り1試合どこどこ、ああ1回戦そこやってるのか。でさっき散々言っといてスケルトン周辺映さないみたいなね。映さない映しますか、じゃあ映してみますか、映しますか、じゃあスケルトン周辺を、いやこれスケルトンさんがやられちゃうかもしれないからさあさっき影をボコボコする、そうですね、そうですよ、もう影キラーの、もう周辺君影戦だけは練習してますからね本当か。さあ、あの影対策、エンテを完封したあの影対策がスケルトンに通じるのか。まあ、これ逆に通じなかったらスケルトンさん使ってるのが影じゃないって可能性もありますからねえっ、そのキャラ誰みたいな、まあ、理屈でいくとそういうそういうことになりますからね。ワンピー側ですね、ワンピー側を取ったのが周平、はい、ワンピー周平で、スケルトンが、ステージやらば、ステージ取りましたね。さあさあ対策通じるのか、パンチで刻んで、あれあれ、さあっと、さあいけ、周平あるぞ、さあしっかりガードして、あっ、おミスにミスにつけ込んで、ね、ヨネ勝利、おめでとう、はい、じゃあビブンコンちゃん、はい、奥側でお願いします。はい、ビブンコンちゃん、さあ1ラウンド目取られはしましたが、周平の対策がねちょっと功を奏して、コインラからの子もミスりましたからね。もう唯一周平の武器であるエルボーキックが効かないですからね。効かないですね、しっかりガードしましたからね中段下段分けても全部が、ああ危ねえ、もう取られてる。周平頑張れしっかりガード、まあ、おかしい、なぜガードできるんだ、エンテは肘だけで食らってたぞ、おかしい、投げだ、何がいいかな、周平投げだ、あれ、あら何もなかったです。スケルトン勝利、まあそうだよねしょうがないねはい、じゃあ、どこ行きましょうか、そこまで行く、シンゴさん見せる、じゃあシンゴマグロ、はい、シンゴマグロ行きましょう。
はい、マグロさんと。これ勝った方がね、今周平君を破ったスケルトンさんと対決ということで、この試合の勝者がスケルトンさんを次の試合破るという展開ですね。スケルトンキラーを。そういえば今日闇よだれいないんですよね。はい、あ、いないです。あ、確かに、来週、ね、11月3日に闇のホタレ VS ゴリラ影助という、そうですね、そこに向けて多分調整してるんだと思います。配信載せないように。なるほど、あ、見られないようにね。そう、もう影助強敵ですからね、やはりね。きっちり背後投げからのコンボできる。ーバーチャーズっぽい、まあ、バーチャーズですよね。バーチャーズですね。フォーからでしたっけ。さあ、マグロ可愛がりを受けてる。エクセレント、こんだけ時間があってエクセレントやるな。さあ、だからマグロも負けてはいない。ここで追い打ち決めていく。このヘリからのガードシェッパカン。あっと、ここは半角もらってしまう。まあね、マグロさんもヴァンパイア勢ということで結構ね、中断とかそういうの多分見えるんだと思う。反応がいい。あー、冷却これは DDT で反撃、気分勝利。はい、さあ、ここ連続出し切る。あえてのディレイ。さあ、体力大幅に奥で。パルクチ岩倉お願いします。 TPP しっかり割って、さあ、ここで慎吾はピンチだが、これ浮いてしまう。追い打ちまで決めて、このヘリ。いや、これ思い切りがいいですね、この膝ね。うわ、投げ通す。おお、ちゃんと場所取りだ。いろいろあったぞ。おお、うまい、うまい。あれ、マグロさん、1ラウンド目は一体何だったんだ。ダブルリーチ、どっちだ。さあ、投げ落とす。珍しい投げだ。あ、軸と投げ合わせ、投げ抜けってものがあったんですね、やっぱり。あっと、なんかすげえな、列脚からの列脚。で暴れて PPP 反射決める。勝ったのは慎吾。うまい、いい試合でした。ありがとうございました。シュー対宮内をお願いします。はい、これ2回戦のヤバいカードですね。じゃあ解説はリカちゃん。あ、お願いします。ゴリラ影助さんの10下げ楽しみっすね。ええ、なんか結構僕 LINE が来てて、はい、彼から、はい、闇踊りさんどんな感じですか。僕結構選択肢でこういうのを考えたんですけどどうすかねみたいな。相変わらず頭が悪い選択肢あれみたいな。それ、いや、それ意味ないよねっていう。ガードしてたらダメじゃねみたいな、そんな感じの。そうですね、なんかいまいちよくわからない。どういう状況で君の中では食らってんの相手みたいな感じ。そうですね。はい、影助大丈夫か。それラーメン食いすぎて頭おかしくなった。でも結構やってるみたいっすよ。あ、練習を。いいですね。まあ、あの仙台って影いないんで。ああ、なるほど。多分練習が相当難しいと思うんですけど、まあ、でも脳内で多分いっぱいやってるでしょ。脳内多分0-10、10-0って言いながら、あのまたステージパルチ勝利。シューがこうすり勝ち。これステージ取られるとね、相当きついですからね。シューさん、ちなみに今日宮内くんはちょっと飲んできてるらしく酔っ払ってるらしいんですけど、酔っ払い、リアルでこれ16杯飲んだら大変なことになりますからね。やばいですからね。じゃあ奥側で R1 4年お願いします。うわー、背負って、あ、いいですね。あ、なかなかこの崩せない追い打ち決めて取っていく。さあ、宮内リーチ。まあ、シュウ君ってFS もやってるからやっぱ難しいと思うんですよね、両方やるって。ああ、その切り替えというか、はい、まあ、そういうのありますよね。ちょっとやんないとやっぱり。あ、ここは後ろ、うわー、よく投げた。さあ、まだ分からないよ。あー、あー、置いてた。キックが待っていた。これだけ厳しいですね。あったら宮内、いや、強い。ゲームオーバー。じゃあ、LJ 生さら。あー、きついきつい。じゃあ生サラさんが 1P かな。で、2P側が LJ。
このサラとジャッジ兄弟対決ですね。ファイト1レディーゴー。開幕寄ってって、さあまずは投げ、さあお互い結構じっくりとした立ち上がり、投げ落として、ここ一気に行きたいが、ここでガードして後ろから何を落とす、追い打ちは使って残り時間5秒4秒、ここは逃げ切れるか。まずは LJ 一本取っていく、いやかなりね手堅い感じの立ち上がりでいい試合ですね。飛ぶ前キック、あれ何だったの、おっと浮いたところしっかりコンボ、さあまさかスカルLJ ファイヤー、カイが今来たかもしれないですね。生様 LJ の選択肢が相変わらず宇宙でいいですね。やばいですね、あの様でも当たってたら死んじゃうかもしれないですからね。あれそーまだ死なないよ。さあ5秒、さあまだあと一発あった方が、あー逆転決める LJ 勝利、お姉さんが奥側では勝利。さあ LJ このままいけるのか、まだ俺たちは LJ ファイヤーを見ていない。じゃあ、デンデババラムネ、奥側でお願いします。あかん、投げも通す、さあ、D 攻め、追いつき決めて、ここ、下盤から、さらに投げ、さあ、1本取り返す、生さら、ここで、さあ、一気に耐える、半分ゲットした LJ、ここから、あるのか、そろそろか、狙ってるのか、それやりたくなってきた。そろそろやらせねえよと、トンネリからの一応アップライ、今のお見合いはなんだ、あそこから坂森地区パスから投げ、下パンからの投げ、このラウンドも通していく、最終ラウンド投げ、この投げかなりね、そろそろ LJ の必殺技技術溜まってきた頃だと思うんですけどね。まだ一回も見てないですからね、今日出てないですね、あれこれはまさかあまりに強すぎるから封印したのか、下段、あーこれはまずい、えあーエルボー、あーこれはまずい、蹴り、今日は LJ ファイヤー封印のままノーファイヤーでフィニッシュですよ。まさかの LJ ノーファイヤーノーファイヤーだいぶ跳ねてましたね、だいぶ今かなり空中、こういう試合もあるんですね、かなりぴょんぴょん肘がどうですか、リカちゃんと微分、はい、リカちゃん微分お願いします。いやでも新しいなんか LJ さんの戦いというか、なんか若干いろいろと新しいムーブあった気がしますけど、ピヨーンって肘みたいな、だいぶ空中にいましたね LJ、 LJ ファイヤー2かもしれないです、ね、2空中型空中型誰かに破られたんですね LJ ファイヤーですね、多分ね、今必殺技ドーム君みたく、なんかちょっとね、ちょっとだんだんスノーミラージボール打たれちゃったみたいな感じで、あの1回だけ見せたサマソもかなり、ああ、行きましょうか、ワンピーガーが、ワンピー微分、次が土俵、土俵、リカちゃん、リカちゃんが選びましたね、リカちゃんが土俵です、あもうリカちゃんも容赦ないです。ファイト1レディーゴー。さあ微分やれんのか、バーチャスリー勢だけの戦いにはしたくない。あーこれもしかして行っちゃったんですか、まだ大丈夫か、あまさか、あプッシュ、いや回復回復したレバガチャです、レバガチャ、あれレバガチャだったら大丈夫ですか、じゃあ間に合います、あの起こされます、確定じゃないんで、ビブさんもっとレバガチャしよう、もっと擦ろう、そうパルチの魂を、ジャイスいくらったら擦りましょう、今はなきパルチの魂を、あー回したいだけ、擦って擦って擦れ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 、今擦って落ちたら面白かったです結構落ちるっていう、あー浮かしてビブンさん、プッシュ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 、膝からのダウン十分ですね。さあまさか悪くない、 LJ ファイヤー回がまさかあるのか、いい、あーやりたいだけ何もなかったですね、リカちゃん勝利おめでとうございます、カバ君勝利、はいありがとうございます、超強いんだけど、じゃああ、来ましたね、スケルトン信号、はい、スケルトン信号お願いします、このブロックね、じゃあ奥でパルキチ宮内、はい、パルキチ宮内、あ、見たいですね
いやまさか宮内さんがパルチに負けてしまうとはこの時誰も思いませんからねまさか開幕鉄三鋼で来ると思わないですからね。まあまあまあそうですね。あ宮内さんパルチ開幕鉄三鋼は熱かったな。あとは用法がありますからね。だいぶ宮内さん飲んでますね。飲んでますね。あれだいぶ多分用法食らいますよ、 あれ、さあ、シンゴパイですね。あー投げられてここからコンボがミスらねー。最大決めて後ろ下がる。もうここから時間を使うことも見てますからね。中断。いやーピーピーピー早いよ。なんだよこれ。まあなんとかねこれ我慢強く。そうですね、じっくりいきたいところですね。我慢で。あっあっ大丈夫。パイもねパンチは早いから大丈夫だ。そう、もうあとはもうエスパー気味に当て身を。いやいや、おーっと中断の。おそらくスケルトンさん久しぶりにあの技食らったでしょうね。いいですよ、いいですよ。あるよあるよ、シンゴあるよ。時間的に下段しっかり見えている。シンゴーシンゴーシンゴー。やーなんだよ。おいおいおい、あーちょっとおまけしてよ。さあ後ろから浮かして、まさかパルチが負けた。実際の決勝戦だったね。おパルチ、パルチ今日面白い。おあるよあるよ。いやあ背負われて。そっからな。こっからまさかあるのか。かかと打ち、まだあるまだあるまだある。あーいいね。マジか。超強い。勝ったのはスケルトン。いやでもなんか夢ありましたね。いやあったあった。2ラウンド目とかすごかった。いやーすごかったです。どこですか、次は。生サラヨネの方にしますか。じゃあ生サラさんとヨネさんお願いします。じゃあ奥輪でリカちゃんとババラムネお願いします。いやもう 3TV 勢しかいない中ね、まさかリカちゃんがババクに負けるとは。とりあえずフラグは立てていく。とりあえず立てないといけないんで。リカちゃんさっきからね、あのジャイアントスイング回しすぎなんで肩がいかれてるかもしれないですからね。なるほど。そういえば四十肩治ったんですかね。大丈夫ですかね。1日に4回までのレイガン方式だった気がするんですけど。はい、生サラさんが 1P で、ね、ヨネさんが 2P ですね。ステージはどこだ。図書館。ファイト1レディーゴー。え、これ どっちがステージこっち選ぶ。これはヨネさんかな。ヨネさん図書館、珍しい。これ特徴としてはどんな感じ。特徴、まあ、まあまあやっぱアンジュステージなんで、まあそうですね。なんか高嵐使いだね。そう、高嵐使う感じ。あ、確かにそういう印象ある、うん、そうですね。おー、なんだ色々あって。高嵐が中段当たりづらくなったりとかっていうのがあるんで。あー、それで、高嵐使いが結構好んで使うと。おっと、そして1-1。レディーゴー。ダウン攻撃がアンジュレーション の影響ないんで、はいはいはい、なんか技名わかんないけど、足で踏んだりするやつとか。いや生沢さん今日なんか投げのキレがすげえいいように見えます。あと、まあ、いいからエクセレント。レディーゴー。さあ、ダウンをかけて立ち上げて、ダウンはなかった。横横投げかけていく。リードを取ってるのは生サラ。何やー、この投げを通していく。おー、下段だった。生サラ、生サラベスト4。いいですね。じゃあかなり生サラさん宮内スケルトンの準決勝を見ますか。そうですね、いいですか。じゃあ宮内さんとスケルトンさんお願いします。あれ向こうで飲んでんのかな。飲んではいねえだろっていう。あれ宮下さん、じゃあスケルトンさんとお願いします。奥ではまさか馬場くんがまさかの
終わってますね、もう試合ババ君勝った勝った勝った、あ、向こうが勝ったリカちゃんが勝ったみたいです、残念。はい、じゃあ行きましょう。どちら、ワンピー側がスケルトンさんですね、スーピー側が宮内さんと、この青い方がスケルトンさんですね。ステージは宮内、まあ一緒か、2人とも、あ、どっちもこっちも道場だもんね。ファイト1レディーゴー。ワンピー側がスケルトン、スーピー側が、宮内。まあ越えなく通していく、だから安定コンボからのひっくり返す、まずスケルトン、いやー本当強いな、もう影も強いしこの二人も本当強いですからね。あーまた通ってしまった、最近やってなかったという、よく動く、やっぱこれ逆に正直なのが、こういうのカウントし、カウントしていこうか、すごいですね、もうマイラウンド入ってますよ。ああ、やりたい放題、 あ、これ酔っ払いムーブ来てるかも、あーあ、死にそうだ、嵐に来てます今ね、完全に、あ、ひじ、いや、きつい、ひじ、つらい、つらかった、酔っ払いだった、ただの酔っ払いだった、完全に酔っ払いムーブ、一瞬ね、酔っ払いのきらめきが見えましたけどね、勝ったのはスケルトンさんということで、じゃあ生さら対、リカちゃん、準決勝第2試合、いや、 やっぱ小円楽ってすごい、あれ食らっちゃうとやっぱもうそのラウンド取られちゃったようなもんですね、なんかね、まあそうですね、めちゃくちゃ減りますしね、もう大変なことになる、まあ、スケルトン崩すのもね大変なんで、そうそうそう、なかなか追いつけないですよね、あそこまで差が出ちゃうと。はい、じゃあ生さらさんが 1P で、2P 側が、リカちゃんですね。決勝ではすでにスケルトンさんが待っている。いや今日生沢さんね、かなりキレッキレですからね。そうですね、あるかもしれない、いや、かなりいい動きしてますよ。どうだ、土俵、土俵、土俵はリカちゃんが取ったのか、そうですね、足払いから虹、いいですよ、あ、ちょっとずつダメージを取り合っていく、あ、ミドルからの顔をしないです。ああ、一気に来た、ダイダウン、顔のヘリ、いいから、お肩をガードして、なに、いや、落ちてますね、あの肘だけ、おお、ぶっこ抜いた、ゲーダン見えている、追い打ちも決めて、さあここでミドルからの横から、シャパン、シャパン、投げ落とす、逆に回して、さあ1-1、さあ勝った、ここは角半で回していく、どうする、どうなる、あえて行かない、足払い払って、お、これ位置が、あ、ちょ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 、お、危ない危ない危ない、さあリングアウトも見えてきてるが、どうだ、どうなるんだ、あ、後ろないリカちゃん避けて、残り5秒切っている、投げ通す、これはどうだ、残ってる、ダウンを避けれない、虹が待っていた、あ、接戦を制していた、ここで横から、ここで股間はなかった、投げ抜けている、後ろから、ここはなかった、入っちゃったけど、でもまだぶっこ抜いた、落ち攻め、肩が入る、膝まで行って、ジャックダウン、さあリードして投げを通す、決めていった、勝ったのはリカちゃん、決勝進出。はい、じゃあ、スケルトンさんと、あ、もうやってますね、じゃんけんね、はい、決勝戦、いや、影対ウルク、まあね、先ほど言ってた、影助と闇踊りさんもね、この組み合わせということで、あ、なるほどなるほど、確かに確かに、まあね、ウルフのね、PG 投げの後のね、投げ抜けの後の背後投げは、まあちょっともう1フレ消費しなきゃいけないんで、あー、なるほど、そういうことだったんですね、前々 PG で、ははははははは、
さあ行きましょう、バーチャル 3TV 大会決勝戦、はい、ワンピガーがリカちゃんですね、ツーピガースケルトン。あ、このステージ、うわー、これ攪拌なのか。さあカーリー早いな。さあでもリカちゃんも的を絞らせない、肩を透かしてハイカウンター。時間ないっすよ、お互い決定だからか。ここで投げが通って追い打ちまで決める、まずはスケルトン一本選手。いやー、このちょっとずつの削り合いになりますね、やっぱね、手堅いですねスケルトンさんね。さあ浮かしてダイダウン。さあこのリードを大事にいきたいが、いいね、刻んで、いやーじっくりドーンぶっこ抜いた、これはどうだ、決めていく。さあ越えなく通ってしまう、時間が10秒切っているが、どうだ。さあまだ体力これで、いやーそれはまずい、最後食らってしまった。いやー追い詰めたのに最後最後持ってたスケルトン優勝リーチ。いやー今あえての最後まで出し切った感じだったんです。おっと寄せて、我慢強い、あー膝からのダイダウン、ここでカウンターしっかりと追い打ちも決める。あー、狙いは見えている、追い打ち、ま、さあ残りだった、一発圏内だな、あー足まで通して、さあここからここから、あー無情にもパンチが刺さる、優勝はスケルトン、おめでとう、強い。ゲームオーバー。じゃあインタビューはリカちゃんにしてもらうっていう。スケルトン、スケルトン、はい、優勝したスケルトンさんです。いや超悔しいんですけど、こうやって言ってんの。 3-0 だからね、はい、いやきつかったっすね。どうでした今日は。今日久々に来てって感じじゃない。来て、うん、勝ててよかったです本当。なんかムカつくな。いいとこなしだったからね。いやでも今日、はい、組み合わせ的にはまあ影もう宮内くんとはしょっちゅう当たってるじゃん。そうですね、うん、まあ今日はね酔っ払ってたからね、まあ、彼はだいぶおかしいっていう、ね、まあでも今度は闇よだれさん対ゴリラ影捨てさんの実際にマッチがあるんですけど、はい、どう思います。まあ闇よだれですね。まあそうだよね、普通は闇よだれさんですよね。何本取れるかが、ま、何本取れるか。予想は俺ね 10-0 あるなと思ってんの、まあ、闇よだれさんの 10-0 マジであるなと。まあありえますね、初めにさ、はい、3回ぐらいさ、はい、パパッと負けたらさ、はい、もうありえるよね、パニックっちゃって、もうはじバレちゃって、そう初めの2回ぐらいでなんとか勝たないと相当きついと思う。そうですね、うん、まあゴリラ影さんには頑張ってほしいんですけど、どう頑張るかちょっと見物ですね。見物っすね、はい、なんか相変わらずガード型の戦い方するらしいよ、俺と違ってひたすらガードで耐え切るつもりらしいよ。できんのかな本当に。そうでしょうね、うん、まあそうですね、11月3日10時ぐらいになるんですかね多分。負けへんでって、まあまあいいけどさ、見てんの、見てるらしい、あいつね結構見てんのよ、動画とか見て研究してる。そう、なんなんだよ来いよって。カップラーメンにチーズ入れるようなやつ負けてないですよ、うん、袋麺にしたらチーズがなくなってなくなった。普通に考えたら分かんだわみたいな、分かれよっていう、頭がねやっぱ悪いよ。まああと4本どうなんだろうね、でもまあ1本どこで取れるかだけ、まあひとまず今日の優勝はスケルトンさん、スケルトン、はい、まあ、久々に来て久々に来て優勝、優勝、そしてインタビュアーが、決勝の相手のリカちゃんっていう、そうね、一本も取れなかったっていう、も今日一本も取られてないでしょ。そうかもしれないですね。そうかもしれないやばいっすね。ああやばいですね。まあまあまた来月もお楽しみにしてる大会、はい、まあ、あの月例としてまあちょっと第何週とかは決まってないんですけど、はい、バーチャファイター 3TV は常時稼働しているので、そうですね、はい、
もしよろしければ金曜日ね、一応対戦会ってことで人結構いるんで来てくれれば、はい、てか、はい、毎日のように誰かいるよね、見ますね、なんかヨネさんやら、ね、帝ジャッキーやら、あとあザボンさんとかいるから、いろいろいるので、はい、あの対戦相手には困らないと思います。そうですね、はい、夜は、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日優勝スケルトンさんでした、おめでとうございます。はい、というわけで、まあ、あの、はいはい、リカちゃんの告知があったように、はい、そうですね、11月3日、はい、まあ、祝日なんですけど、はい、ストリートファイターカーニバルを入れてしまいました。あー、ね、なんか入ってたね、その大会ポリサムの後ですね、はい、だいたいそんなにいないと思うんで10時ぐらいには終わると思うんだ。ああ、夜だもんね、しかもね、あれね、うん、多分10時ぐらいには終わると思うんで、まあ、その後、その後、ゴリラ駆けつけ対、はい、闇よだれ、闇よだれの、まあ、10先と言ってますが、10試合しかしません、多分10試合だけです、ね、大丈夫です、多分ニコニコの30分枠で終わりますよ、ね、終わります、終わります、あの1ラウンドもない、はい、あの10試合で30ラウンドしかないんで、大丈夫です、大丈夫です、まあ、まあそんなに長くなるようなことはないと思うんで、はい、ええ、まあでもね、カニスケなんか、ええ、よくわかんないラーメンパワーで覚醒するかもしれないですから ね、ラーメンマンになってるかもしれないですから、カップラーメンにとろけるチーズを入れまくってる、そうそうそう、なんか1枚だけじゃないらしいですよ、あれよくわかんないですね、あ、いや、なんか えらい太ったっていう話を聞きますけどね、なんかね、ちょっと楽しみですけど、どうなってるのかね、はい、というわけで、はい、バーチャルファイター 3TV、スケルトンが勝利ということで、来週の、10月31日、スーパーストリートファイターカーニバル2016、第12戦は燃えろジャスティス学園、はい、燃えジャスですね、燃えジャス、それで、11月に入るとリクエスト枠が入ってきます、はい、11月1日、前回の、優勝者チャンピオンの慎吾して KOF98、それから、まあ、ポリサム新サムと続きます、はい、そうですね、はい、なので、はい、まあ、しばらくお楽しみに、はい、はい、じゃあ以上ストリートファイターカーニバル、第10戦バーチャファイター 3TV でした、はい、よろしければ野次会の方遊んでいってください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも。